バーデンイコール、ビュルテンベルク州、バーデンイコール、ビュルテンベルク州、標準、アレマン語、は、ドイツ連邦共和国の16の連邦州の一つ。ドイツ南西部に位置し、東は、バイエルン州、北は、ヘッセン州、西は、ラインラントイコール、プファルツ州及び、フランス共和国のアルザス地方、南は、スイス連邦に隣接している。 16ある連邦州の中で3番目に広い州である。旧ドイツ帝国の構成国である、バーデン大公国、ビュルテンベルク王国、プロイセン王国の飛び地である、ホーエンツォレルン州、ホーエンツォレルン城があるを前進とし、それらを引き継いだバーデンとビュルテンベルクの2州が、第二次大戦後、アメリカ軍とフランス軍の分割占領期を経て1952年に、 合併して新しく設立した州である。新生ローマ帝国の時代には、シュバーベン大公領と、それを発展的継承したビュルテンベルク公国、及びバーデン辺境白領を中心に多数の小国が存在した。さらに、州北部にあたる南フランケン地方、抗議のフランケン地方の一部は、西フランケン大公領を起源とし、後に、 フファルツ選定公領などとして継承されていたが、19世紀初頭に、バーデン領とビュルテンベルク領に割上、併合された地域である。そのような歴史的経緯から、同州は、西部のバーデン地域と、中、東部のビュルテンベルク地域に大別される。実際には、さらに、両地域の北部一帯を含む南フランケン地方、ハイルブロニコール、フランケ地域連合、 ラインイコールネッカー広域連合の一体と、北部を除いたビュルテンベルク中南部のシュバーベン地方、抗議的にはバイエルンシュバーベン地方も含む、そして北部を除いた西南部のバーデン地方という三つの文化圏に分かれている。方言系統的として、上部ドイツ語語群が多く、ビュルテンベルク地方も含む、中北部は上部フランケン語系、南フランケン語に属し、 南東部のシュバーベン地方のシュバーベン語と南西部のバーデン地方のハーレマン語系に属する。その他に、高知ドイツ語に属し、かつてのバーデン療法で使用されたバーデン語もある。また、歴史的に見て、アレマン人の内シュバーベン地方のシュバーベン人は、カトリック、同じアレマン系でもバーデン地方の住民と、ビュルテンベルク地方のフランケン人、南、フランケン人とは、プロテスタント圏に属し、 特に、バーデン地方の住民は、バーデン福音主義州教会とバーデン福音、ルター派教会を信仰している。そのため、バーデンイコール、ビュルテンベルク州の各地方の住民には未だに文化的異などがある。ドイツの中でも森が多い地域であり、バーデン地方の中心には、シュバルツバルと産地が横たわる。仏教バーデンイコール、ビュルテンベルク州となっている領域は、 神聖ローマ帝国の時代には多くの中小の勢俗諸公領と帝国自由都市とで細分化されていた。しかし、ナポレオン戦争で混乱する中、1803年の帝国代表社会議主要決議によって、帝国内の境界領、弱小諸公領、帝国自由都市の大半が取り潰され、有力諸公の間で再編されることになった。その結果、この領域内にあった、 教会領と帝国自由都市は全廃され、大半の世俗諸公が売信化された。1871年のドイツ帝国成立までには、に分かれていた。1918年のドイツ革命後の、バイマル共和国下では、それぞれがそのまま、となった。第二次世界大戦後は、カールスルーへとミュンヘンを結ぶアウトバーン、現英8号線のあたりを境に、北側が、 アメリカ合衆国占領地区に南側がフランス占領地区になった。1945年のうちにが発足した。この3州は1949年5月23日にはドイツ連邦共和国の構成州となった。1952年4月25日、3州は合併してバーデンイコールビュルテンベルク州となった。 衆議会の定数は143で、2016年3月13日に行われた前回選挙での政党別議席配分は以下の通りである。バーデンイコール、ビュルテンベルク州では長らく、キリスト教民主同盟の州首相が続いてきたが、東日本大震災による福島第一。 原子力発電所事故の直後に行われた2011年衆議会選挙で原発反対の同盟90、緑の党が勢力を17議席から倍以上の36に伸ばし、緑の党出身のビンフリート・クレッチュマンが州首相に就任した。緑の党出身者が州首相となるのは初めてであった。2016年の選挙では、 緑の党が前回選挙から十一議席伸ばし四十七議席として、州レベルでは初となる第一党の座を獲得した。ドイツキリスト教民主同盟は前回選挙から十八議席減らして四十二議席とし、第二党となったが、この両党が新たな連立政権を発足させ、クレッチュマンが州首相の座を継続することとなった。なお、民主人民党は、 自由民主党のバーゲンイコールビュルテンベルク支部にあたる地方政党である。バーゲンイコールビュルテンベルクの州政府は、州内を4つの行政管区に分けて、その地域にある地方自治体の活動を監督する。これらの行政管区は、自治体ではなく、議会を持たない行政管庁である。また、各行政管区に3ずつ、計1 2の地域連合がある。これは、 国土計画の整備、管理を行うために作られた広報人で、所属する軍や独立市の地方議会から代表が送られている。二つの地域連合には、州の垣根を越えて、隣接州内の自治体も参加している。州の下級行政単位、地方自治体は、三十五の軍と、軍には属さない九つの独立市からなる。は直訳すれば、都市となり、 一市単独で、軍と同格の自治体として扱われることを意味する。2006年5月1日現在、軍にはその下級行政単位として、302の市と798の町村、ゲマインでゲマインでが属する。市も含めた抗義の下間院、ゲマインで基礎自治体の総数は、1109である。それに加えて、二つの基礎自治体見せ地地区、一つは、定住者あり、一つは、 無人がある。軍と、軍長所在地。冒頭の記号は、区分地図の記号に符号する。軍名のみドイツ語綴りを付記した。上記、軍長所在地と独立し以外で、著名な観光地や、歴史的な出来事の舞台となった街など。テディベアで知られる世界的な人形メーカー、主体不発祥の地である、ハイデンハイム軍人間。人間の街のあちこちには、テディベアの像があり。 この地で生まれた創業者、マルガレーテ・シュタイフの名のついた通りや成果が保存されている。現在もシュタイフの本社及び工場は銀原にあり、シュタイフミュージアムを併設している。バーデンイコールドゥルラ派辺境白領トップファルズ、選定工領であった地域及びビュルテンベルク北部に住む住民は、主として福音主義教会に属している。他の地域、 とりわけ州南部の州民には、ローマカトリック教会の信徒が多い。バーデンイコール、ビュルテンベルク州は、福音主義教会も、ローマカトリック教会にも年に4900万ユーロを、給付金として、一般系から支払っている。ドイツ全土において増加している、無宗教者、キリスト教以外の多宗教に属する住民、例えばイスラム教徒もいる。バーデンイコール、 ビュルテンベルク州での無宗教者たちの一部はビュルテンベルクマニストという組織に属しており、この組織も広報人上の社団として形作られている。下記の表はバーデンイコールビュルテンベルク州住民の帰属宗教を示している。州内の主要キリスト教会は一家のようになっている。とはローマカトリック教会の司教区、バーデン福音主義州教会とビュルテンベルク、 福音主義宗教会は、ドイツ福音主義教会に加盟している、福音主義教会である。バーデン福音ルター派教会は、イークドには、非加盟のコルター派教会である。夜間帯、午後10時から、翌日の午前5時の種類の販売は禁止である。飲食店や空港ターミナルは、対象外。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。